はい、スタートアップ MBA シリーズ、まあ、戦略の極意ということですね。前の動画までは、いわゆるそのフィジビリティとスケーラビリティについて解説してきました。まあ、その2つも非常に重要でして、いかにしてプロダクトマーケットフィットの、まあ、実現可能性ですよね、を追求しながらも、その一見するとトレードオフであるスケーラビリティを追求していったと。で、そこの折り合いをつけながらですね、まさにプロダクトマーケットフィットを目指していく。まあ、その戦略であったりとか、それぞれの PMF の定義について、まあ、説明してきました。今回からはですね、もう一つの軸であるディフェンサビリティですよね。まあ、これについては何度か、まあ、言及してきたんですけど、改めてこのディフェンサビリティとは何ぞやについて解説したいなと思っています。ディフェンサビリティって言葉はですね、あまり聞き慣れないかもしれないんですけど、まさにディフェンスアビリティ、まあ、つまり、まあ、ディフェンスする能力といいますか、ここで言うと、まあ、持続的競合優勢を、まあ、いかに築けるかということなんですよね。まあ、ことスタートアップにおいてもですね、まあ、ただ単に売上を伸ばすとか、お客さんを増やすだけではですね、まあ、その競合が現れたりとか、まあ、代替案が現れたらですね、まあ、すぐにやっぱりリプレイスされてしまうんですよ。まあ、そうならないためにもですね、まあ、いかにしてその防御壁だったりとか、いわゆるそのここでまあ訳されるように競合優勢を築けるかというのが論点になっています。で、ディフェンサビリティって何かっていうと、まあ、他の人が持っていない仕組みや、まさにこうストックしていく資産のことなんですよね。で、これがやっぱり非常に重要かなと思ってて、そのフィジビリティとスケーラビリティの話をしてきたんですけども、まあ、その両方を担保しつつですね、まあ、スケールしていく中で、一方で、まあ、起業家、もしくはね、事業家になるためには、頭の片隅といいますか、一つの論点として、常に、まあ、自分たちの、まあ、事業の、まあ、ディフェンサビリティをどうやって高めていくのか、ってことを考えながらやっていくと。まあ、これが非常に重要になっていくのかなと思います。そうなんですね。まあ、皆さん、J カーブって言葉聞いたことあると思うんですけど、いわゆる J カーブといって、一旦グッと、キャッシュを掘るんですよね。キャッシュを掘っていって、その後、まあ、グッド PL であったり、売り上げ伸ばすんですけど、ただ掘るのも、これ理由があってですね。まあ、掘って何をしているのかというと、まさにそのストック、まあ、資産をストックしているわけなんですよ。そのプロダクトマーケットフィットを一番最初にする。というのも、これ大きな、資産になるんですよね。で、プラットフォーム型ですと、いわゆるネットワーク効果を築くために、サプライサイドとデマンドサイド。まあ、両側のトラクションを高める。これも、まあ、重要なディフェンサビリティアセットになりますよね。まあ、ディフェンサビリティアセットについては、これからの章で、まあ、いろいろ詳しく説明したいと思うんですけど、まあ、いろんな種類があるんですよね。まあ、J カーブを掘りながらも、そう、いろんな種類のディフェンサビリティアセットを、まあ、どういうふうに蓄積していくだけではなくて、それぞれの、まあ、違ったディフェンシビリティアセット要素というのを組み合わせて独自性をやっぱ築いていく。まあ、これが重要になるのかなと思っています。まあ、例えば Amazon。皆さんご存知ですよね。Amazon が有名なのは、まあ、上場してからずっと赤字続きというか利益低いままなんですよね。でも、なぜか株価は非常に高いと。これなんでかっていうと、やっぱり株主というのは Amazon に対する将来の期待性ですよね。将来に対する期待を買っているということなんですよ。つまりどういうことかっていうと、アマゾンのいわゆる戦略とか見てたらですね、まあ PL、まあ利益を抑えつつも、まあ非常に中長期的に勝つようなものに貼っていると。例えば、後の動画でも解説するんですけど、アマゾンは1995年ですね、アマゾンレビューで作るんですよ。アマゾンレビューね、皆さんもご存知だと思うんですよ。皆さんもね、物買うときに、もうもはやアマゾンとかチェックするじゃないですか。その時にレビューを見て、その商品が生き出るのかどうかで確認しますよね。まさに、アメリカとかだと、まあ、日本だとGoogleっていうじゃないですか。アメリカだとAmazonするっていうんですね。Amazonして何をするかっていうと、実際商品の口コミを確認するってことなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、つまりそこのデファクトを取ってしまったってことなんですね。物の価値のデファクトを取って、まあ、非常に強いですよね。まあ、つまり、そういうふうに、物の価値のデファクトを取ったら、そこでアマゾンポチる場合も、ポチッと、ね、そこアマゾン購買する場合も多いんですよ。ただ、考えていただきたいのが、アマゾンレビューが、たとえ、確か今、もう10億個ぐらいあるらしいんですけど、あったとしても、直接的に売り上げとか、まあ、PLBS には乗らないですよね。
ただなぜ Amazon がそんな強いかっていうと、まさにそういう、いわゆる資産、まあこれはネットワーク効果だと思うんですけども、そういった資産を持っていると思うんですよ。つまりネットワーク効果が効くような資産を持っているので、まあ、高い時価総額がついているということなんですよね。まあ、これは、2018年の数字なんですけど、まあ、88兆円時価総額になってます。ただそんなに利益率が高くないんですよね。でも何が評価されているかというと、まさにこう J カーブは掘っていったんですけど、ディフェンサビリティアセット、この図で見るとですね、いわゆるこうオレンジで示してますけど、まあ、どん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 その、利益は最初落ちるじゃないですか。で、こう J カーブを掘るんですけど、大事なことがそうやりながらも、ディフェンサビリティアセットどんだけ蓄積できますかってことなんですよ。これがまさに起業家と事業家を分けていく大きな差なんですよね。まあよく言うのが PL じゃなくて BS で考えろみたいな話もありますけど、僕も BS だけでは、まあどうしても一般的にいわゆる、まあ計上できるような資産になりますよね。そこというのは簡単にともすれば模倣されてしまうと思うんですよ。そうじゃなくて、まあ独自のディフェンサビリティアセット。今ちょっと図を見してますけど、それを定義できるかどうか、見つけるかどうかになると思うんですよね。僕はそのディフェンサビリティアセットというのは7つあるのかなと思っていて、まあこれを、これからの動画で、まあ順を説明したいと思うんですけど、まず最初は当然テクノロジーですよね。まあ自社が持っているテクノロジーの強さであったりとか。まあ例えばプレファードネットワークって皆さん聞いたことありますかね。まあ未上場で、国内のまあ、一番大きいユニコーンって言われてるんですけど、やっぱ彼らが一番何が強いかっていうと、まあ AI の技術者であったりとか、まあ自社のディープラーニングオープンソースを持っているんですよね。もう技術力が非常に高いと。まあ、そこで2000億以上評価されていると。二つ目が、そのデータとかマーケットインサイトですよね。でこれも先ほどアマゾン事例じゃないですけど、まさにアマゾンが、アマゾンレビューで何を持ってるかっていうと、別にその、それ直接売り上げがあるわけじゃないんだけど、まあデータ量ですよね。まあつまり、物の指標となるようなデータを持っているということなんですよ。あとはネットワーク効果とかビジネスリレーションシップとかありますけども、これも別にその BS とか PL には現れないですよね。例えばユーザーの数だったりとかサプライヤーの数みたいなものは現れないんですけど、でもなんでメルカリが、ね、上場した時に、ね、7000億って時価総額ついたかっていうと、まさにサプライサイド、いわゆる売り手側と買い手側のユーザー数、ネットワーク効果、まあそこネットワーク効果発揮できるような資産があったからですよね。あとはブランドアウェアネス。まあ、これはですね、まあ、一般的に結構認知されている、まあ、ディフェンサビリティアセットなんですけども、例えばコカ・コーラとかミッキーマウスとかですね、あとはスターバックスのロゴとかフェイスブックのロゴとかで、まあ、その辺とかもですね、非常に高くやっぱ評価されていると。つまり、ユーザーのね、一般消費者のマインドシェアを簡単に取れて、まあ、このプロダクト、まあ、コーヒーといったスターバックス、まあ、そういった想起をできるというところはやっぱ非常に強いですよね。まあ、こういうのがディフェンサビリティになると。あとは5番目として、これも絶対 BSA に乗らないんですけど、チームの強さとかチームカルチャーですよね。僕は4年間ほどシリコンバレーのベンチャーキャピタルのパートナーをやってたんですけど、シリコンバレーの VC 結構面白くて、まあ当然その投資を決めるときにいろいろスクリーニングするんですよね。そのときに何を調べるかっていうと、チームのエンゲージメントとか、いわゆる ES、エンプロイサティスファクションといって、いわゆる従業員満足度を調べるんですよね。つまり、従業員満足度というのも、非常に大きなディフェンサビリティアセットになるってことなんですよ。当然、そのモチベーションが低かったりとか、エンゲージメント低かったら、中長期的に見たら、その会社ってやっぱり屋台骨が結構緩かったりするんですよね。そこで、実は、まあ、そういった優秀な人たちが、きちんとエンゲージメント高い状態というのがディフェンサビリティにつながると。で、6番目に非常に大事で、オペレーションエクセレンスとか、バリューチェーンと言われるものですよね。例えばトヨタなんか、まあ世界ナンバーワンの、まあいわゆる車の会社なんですけど、なんで世界ナンバーワンになれたかっていうのは、まさにこのオペレーションのエクセレンスの追求ですよね。例えばトヨタ看板方式とか、トヨタプロダクションシステムというのがありますけど、まさにそれがですね、まあトヨタの秀逸な、いわゆるバリューチェーンを支えていてですね、まあそれが、まあトヨタの大きなアセット一つになっていると。これはスタートアップにとっても非常に大事なポイントかなと思うんですよね。いわゆるライフタイムバリューを高める、だとか CP を下げるみたいな主要な KPI があるんですけど、それを実現するための、例えばマーケティングのプロセスであったりとか、優秀な人を、まあ、実際ハイアリングするための、いわゆる採用プロセスだったりとか、そういったバリューチェーンとか、いわゆるオペレーション
というのがどれぐらいあるかと。というのも、一つの要因になると。で、最後は戦略性ですよね。特に初期のスタートアップにおいて何が評価されるかというと、やっぱり戦略の解像度だと思うんですよ。当然その戦略の解像度があったら、いわゆる意思決定の質が上がりますし、スピード感も上がるんですよね。まあそういった意味で、まあこの章ではまさに、スタートアップ、起業家の皆さんの戦略の質を高める。まあそのディフェンサビリティアセットをより大きくするための、まあいわゆるフレームとかを紹介する、しています。で、この7つをですね、意識しながらやっていくのがポイントかなと思っています。ただこの7つもですね、僕がもう頭が擦り切れるほど考えて、一応その MC 感はあるかなと思うんですけども、まあこれもまあもしかして更新するかもしれません。で、7つもですね、これ大きなカテゴリーで、実はそれぞれ細かいカテゴリーに分かれるんですよ。で、以後の動画では、それぞれの7つに関してですね、説明していこうと考えています。で、この日は何回かお見せしていますけど、スタートアップがいわゆるユニコーンになる場合にこんだけリスクがあるんですけど、ここで赤枠で囲ってるみたいに、プロダクトマーケットフィットしてからですね、まあ、大きく IP をするとか、ね、成長するにあたって、やはりこの本当、ディフェンサビリティをビルドできるかどうか。まあ、これによって、そのスタートアップの強さが変わってくるというところですよね。そういう意味で、まあ、ここは非常に大事になるのかなと思っています。あとはですね、まあ、これはちょっと細かくは説明したいんですけども、まあ、フェーズごとに着目するディフェンサビリティアセットを意識しているか。まあ、スタートアップってやっぱ大事なフェーズなんですよね。当然その、ね、ちょっとごちゃごちゃして見にくいかもしれないですけど、プレシード、シード、シリーズ A、シリーズ B ってどんどんスケールする中でですね、どこに注力すべきかと。で、最初からバリューチェーンなんかいらないんですよ。ね、最初からプロダクトポートフォリオなんて持てないんですよ。最初は、まあこの上から2つ目に書いてるマーケットインサイトとか、ね、そのロードマップの明確さだったりとか、企業としての、企業家の業界の権威性ですよね。というのがプレシード期、シード期に大事になってくると。まあ、ところが、まあ、ステージが進んでくるとですね、どういったディフェンサビリティが重要になってくるのか、というのが変わってくると。と、一旦のこう指標としてですね、僕も何千社のスタートアップを見ていますので、まあ、だいたいこんな感じかなと思ってプロットしてみました。まあ、このページはですね、ぜひまた見返していただければと思っています。で、ディフェンサビリティアセット、ディフェンサビリティアセットと言ったんですけど、そもそもアセットとは何かというところから、なんですけども、まあ、資産とはですね、ある機会にわたって、便益とか益務を提供する経済的なリソースですよね。まあ、一般的に言って、まあ、例えば、その工場とか、で、これ固定資産になりますけど、まあ、あとは、自分たちで持ってる、例えば知財とかですね、まあ、当然その特許とか登録してたら、ライセンスフィーが入ってくるじゃないですか。で、まさにそのお金を生むような、まあ、経済的なリソースになるわけですよね。うん。でも、今はもう資本なき資本主義と言われてて、まあ、GAFA なんかまさにそうじゃないですか。ね、GAFA、マイクロソフトみたいな会社はですね。まあ、言うてみたら、まあソフトウェアの会社なんですよ。ソフトウェアなんで、ほとんど工場とか持たなかったりとかですね。まああると言っても、土地があるってもその従業員が働いているビル街なんですよ。で、例えばそのソフトウェアとかその UI とかって非常に価値があるんですけど、直接やっぱ見ることはできないんですよね。これがまさにインタンジブルアセット、無形資産と呼んでるんですけど、後で説明するんですけど、僕はその、まあ、一般的に言われている無形資産から、さらにその一部がですね、ディフェンサビリティアセットとして、抽出できるんじゃないかなと考えています。で、当然無形資産の中には、その、いわゆるのれん代みたいなのがあってですね、例えば買収して、こんな営業リストがありますっていうのがあったら、いわゆるその部分がですね、母外価値として認められて、いわゆる資産計上されるというものでした。例えば、まあ、マイクロソフトなんかもそうなんですけど、まあ非常に、これ確か2014年の数字だったんですけど、市場価値が25兆円だったんですね。で、マイクロ資産の総資産価値ってソフトウェア含めても7兆円だったんですよ。で、で、工場とか設備とか3000億ぐらいだったんですね。まあつまり、この、総資産価値に比べて市場価値が圧倒的に強いですよ。で、どこが評価されてるかっていうと、つまりね、ワードであったりとか、オフィスとか、あのプロダクトの認知度であったりとか、もうもはやオフィス製品としてデフォルトになっていますよね。つまりデフォルトとして押さえているので、ライフタイムバリューが非常に高いということなんですよ。で、これ見ていただきたいんですけど、これ、野口幸男先生って、東大の先生が書かれたデータ資本主義っていうところの面白い表なんですけども、この株価収益率、
これは PR と呼ばれるので、将来に対する期待性ですよね。で、見ていただきたいのは Amazon が76倍なんですよ。で、Amazon はやっぱり非常に評価されているのは、まさにこうディフェンサビリティの方向なんですよね。Amazon も当然その倉庫を持ってたりとか、まあ、当然ね、まあ、自社の、例えばトラック持ってたりもするんですけども、その資産から見ても、いわゆるそれに対する収益性ってものすごく高いんですよ。期待率ってものすごい高いんですよね。一般的に言って一番下のトヨタ、収益率って7倍なんですけど、いわゆる PR7 倍とか8倍なんですけど、他の GAFA に比べてやっぱ3分の1ぐらいになってるんですよね。これなんでかっていうと、どうしてもトヨタって当然素晴らしい車作ったりとか、オペレーションエクセレンスがあるんですけど、ネットワーク効果はやっぱり薄いんですよね。別にトヨタが世の中からなくなったとしても、まあカーメーカー他にもいっぱいあってですね、まあそれを使ったらいいって話じゃないですか。ところが GAFA、マイクロソフトがなくなってしまうと、まあ世界ってだいぶ混乱してしまうと思うんですよ。ね、マイクロソフトがなくなったら、まあ世の中の PC がほぼなくなっちゃ、まあ使えなくなりますよね。で、Amazon がなくなったら、まあこの、AWS がなくなってしまったりとか、いわゆるその Amazon の届かなくなるので世の中混乱しますし、まあ、つまり強力なディフェンサビリティを持っているからこそ、まあ、これはソフトウェアカンパニーは強力なディフェンサビリティを持っているからこそ、こういった株価収益率が非常に高くなっている。まあ、そういう結果じゃないかなと考えています。そうですよね。この、まあ、倍率を見ても明らかなんですけども、この夏ですよね。この夏というのをこれからの動画で解説していこうかなと思っています。で、改めて、このディフェンサビリティアセットの特徴を述べたいと思うんですけども、まあ一つはですね、まあスケーラブルであると。まあ一つの事例としてはコカ・コーラの原液。まああれは特許化もされていないんですよ。まあ特許化した時点で、まあ秘密のレシピがパクられてしまうので特許化もしていないんですよね。なんか世界で知ってるのはなんか3人しかいなくて、それがずっとずっとなんか継承されているという都市伝説もありますけども、コカ・コーラも確か今朝の時価総額で25兆円なんですよ。でもやっぱりその25兆円の多くの、25兆円のうち、多分そのうち多くがですね、やっぱりコカ・コーラの、まあ、この原液が、もたらした影響だと思うんですよね。こういうなんかもまさにでも原液さえあれば別に世界のどこであっても、まあ、量産できると、マスプロダクションできるということでスケーラブルであるということかなと思っています。そうなんですよね。時価総額調べたら非常に高いと。まあ、250億ドルなんで、日本円にしてだいたい26兆円くらいあると。マイクロソフトエクセルもそうですよね。もうすでにコードがあるので、まあこれってスケーラブルになっていますよね。うん。まあミッキーマウスというのこのキャラクターもスケーラブルであるということかなと思っています。まあ、つまりスケーラブルの、いわゆる、物資資産というのはスケーラブルじゃないんですよね。当然その物を作ったりするには、まあコピーするには製造する必要があると。ただ、無形資産というのは何度も同時に複数の場所で使えるということかなと思っています。うん。あとはシナジー効果があるということですね。これ動画の後半で解説したいと思うんですけども、まあ、違いを作ってつなげる。これキーワードなのでぜひ覚えていただきたいんですけども、まさに無形資産同士のシナジーですよね。なんでマイクロソフトがあんな強くなったかっていうと、例えば Windows と、マイクロソフト Office ですよね。まあ、この二つというのがまさにそのネットワーク効果も同士を持つソフトウェアがですね、まあ、シナジーがあったからなんですよ。まあ、Facebook もそうですよね。なんで Facebook があんな強くなったかっていうと、Facebook という SNS をやりながらも、メッセンジャーとか WhatsApp みたいな、いわゆる外部性ネットワーク効果が効くような、そういうメッセンジャーアプリを持っているからなんですよね。うん、つまり、ディフェンサビリティアセットは、その他のディフェンサビリティアセットと、組み合わせるとですね、劇的に価値が高まって、独自性も高まりますので、要は模倣しにくくなるということなんですよ。まあ先ほども言ったんですけど、Facebook がなんで60兆円の企業になったかっていうと、その、まあサービスをいろいろ展開しているわけなんですね。それぞれが実は相互補完ネットワークになっていて、当然その Facebook 使った人はインスタも使いますし、インスタ使った人はメッセンジャーも使うみたいな感じで、お互い送客しているということなんですよ。まあそれが評価されてですね、まあ、これだけまだ評価されているということかなと思っています。で先ほども言ったんですけど、まあ、有形資産、無形資産のおそらく一部というのが僕はディフェンサビリティアセットになるのかなと思っています。つまり模倣が可能なものであったりとか、ね、まあ、一般的にコモディティ化してるみたいなアセットもあると思うんですよね。
経営者として、まあ、その企業がする大事なことが、何が自社にとってディフェンサビリティアセットになるのか、持続的共有優位性資産になるのか、ってことを常に頭に置きながらですね、投資の意思決定をしていく。これが重要かなと考えています。でまとめとしてはですね、まあ、今回ディフェンサビリティとディフェンサビリティアセットとは何ぞやって解説してきたんですけど、次からはですね、一個一個の、項目について解説したいなと思っています。で改めてですね、ディフェンサビリティは何かっていうと、まさにディフェンスエイブルということで、まさにディフェンスを可能にする資産ということなんですよね。で、まあ、どれぐらいこの、ね、PL を掘りながら、まあ、コーチ以下も掘りながらも、まあ、資産を蓄積できるかというのが大事になります。で、ディフェンサビリティアセットというのは、まあ、僕が考える7つぐらいに分かれるのかなと思っていて、まあ、これも解説ちょっとしました。で、大事なことが、いわゆるプロダクトマーケットフィットした後、まあ、本当に持続的に成長していくためには、このディフェンサビリティアセットをどうやって構築するのか、これがやっぱり非常に重要な論点になるのかなと思っています。だフェーズごとにね、まあ、こういったディフェンサビリティアセット、どういったディフェンサビリティアセットを意識するか、みたいな表もあるので、ちょっと見ておいてください。で、最後の話したポイントなんですけども、自分たちにとっての、まあ、独自のディフェンサビリティアセットを見つけて、さらにそれを組み合わせていくことによって、まあ、中長期的に本当に強い企業を作れると考えています。